今回はプロ野球選手の愛車の値段をランキング形式で紹介していきましょう。また今回紹介した野球選手の愛車は現在違う車種に変わっている場合もありますのでご了承ください。この動画の他にもスポーツ選手についての動画を上げていますのでチャンネル登録をお願いします。それでは早速ランキングを見ていきましょう。プロ野球選手の愛車ランキング第10位はマセラティクワトロポルテで、価格は約1800万円です。マセラティクワトロポルテはイタリアのマセラティが生産する E セグメントから F セグメントに属するラグジュアリーサルーンの高級車です。この車は横浜 DeNA ベイスターズの山崎康明選手の愛車と言われています。山崎選手は横浜 DeNA ベイスターズの絶対的な守護神として活躍されています。また超一流ホストのローランドさんとも親交があることでも有名ですよね。山崎選手はこれまでにセーブ王、新人王などのタイトルを獲得しています。マセラティといえば車のマークが特徴的だね。マセラティに乗っている有名人は気まぐれクックの金子さんやヒカルさんだね。プロ野球選手の愛車ランキング第9位はメルセデスベンツ AMG G63 で、価格は約2000万円です。メルセデスベンツ AMG G63 はメルセデス社が提供する G クラスのハイパフォーマンスバージョンで、パワフルな専用エンジン、スポーティーな専用変速機、そして専用の 4WD システムを搭載している点が特徴です。この車は山口俊選手、銀次選手の愛車と言われています。山口選手は大分県中津市出身のプロ野球選手で、横浜 DeNA ベイスターズ、読売ジャイアンツで活躍されていました。一時期はメジャーリーグに挑戦されていましたが、2021年に読売ジャイアンツと契約しています。銀次選手は東北楽天イーグルスで活躍する内野手で、2019年にはチームに残留しています。見た目は重厚感がある印象だけど、内装もかっこいい車だね。今回紹介したモデルとは少し違うけど、メルセデスベンツ社の G クラスには多くの有名人が乗っているね。プロ野球選手の愛車ランキング第8位はマセラティグラントゥーリズモで、価格は約2000万円です。マセラティグラントゥーリズモはマセラティ社の本格的な最初のフォーシーターカブリオレであるグランカブリオの優雅で豪華なスタイルを研ぎ澄まし、マセラティコルセによるレーストラックで得た技術的な専門知識の利点を高次元で融合させた1台です。この車は坂本勇人選手、西川春樹選手が愛用する人気の高級スポーツカーです。坂本選手は読売ジャイアンツを引っ張るショートとして活躍を続けていることで有名ですよね。2000本安打も達成しており、さらなる活躍が期待されています。西川選手は北海道日本ハムファイターズで活躍しており、2020年からはチームキャプテンを務めています。マセラティ社のエンブレムはマセラティ創業の地ボローニャのシンボルの一つであるマッジョーレ広場のネプチューンの噴水にちなんでおり、ネプチューンの持つ三つ股の森トライデントがモチーフとなっているよ。プロ野球選手の愛車ランキング第7位はベントレーコンチネンタルで、価格は約2100万円です。ベントレーコンチネンタルはベントレーの伝統的なデザインにこれまでにない大胆な解釈を施し、長く低くそして鋭いエッジが印象的なスタイリングを作り上げています。この車は福岡ソフトバンクホークスの松田信弘選手、柳田悠岐選手の愛車と言われています。松田信弘選手はソフトバンクの中心選手として活躍されています。過去には多くの国際大会にも出場し、日本の野球を支えてきました。柳田悠岐選手は特徴的な打撃フォームで多くのタイトルを獲得した選手です。松田選手の奥さんは美人なことでも有名だよね。柳田選手は東京オリンピックでの活躍も期待されているね。東京オリンピックでも柳田選手の豪快なホームランが見たいな。プロ野球選手の愛車ランキング第6位はメルセデスベンツ S600 で、価格は2060万円です。メルセデスベンツ S クラスは
ドイツの自動車メーカーであるダイムラーがメルセデス・ベンツブランドで展開している高級乗用車です。この車は薮田康彦選手が愛用していることで知られています。薮田選手はもともと先発投手として活躍していましたが、その後は中継ぎに転向し安定した結果を残したことでオールスターにも選出されています。2005年には薮田選手、藤田総一選手、小林正秀選手とのロッテの勝利の方程式は YFK と言われていたね。さらに2005年にはプレーオフと日本シリーズでは合わせて8試合に登板し、全ての試合を1イニング無失点に抑えたね。プロ野球選手の愛車ランキング第5位はランボルギーニガヤルドで、価格は約2400万円です。スタイリングはランボルギーニムルシエラゴと同様にベルギー人デザイナーであるルク・ドンカーボルケさんによってデザインされています。社名は闘牛名に由来するものではなく、18世紀スペインの闘牛飼育家であるフランシスコ・ガヤルドから取られていることが特徴です。この車はプロ野球界のレジェンドとされる福留孝介選手が愛用していることでも知られています。福留選手は球界を代表する勝負強さで、主に中日ドラゴンズで活躍していた野球選手です。福留選手は中日からメジャーに挑戦し、その後は阪神タイガースでプレーしていたね。その後は2021年に中日に復帰し、44歳とは思えない打撃を見せファンを魅了していたね。プロ野球選手の愛車ランキング第4位はアストンマーティンラピード S で、価格は約2440万円です。スポーツカー界のサラブレッドと言われているアストンマーティンのニューモデルであるラピード S は味わい深いエンジンで、乗り心地が洗練されているところが特徴です。この車は元阪神タイガースで活躍する鳥谷敬選手が愛用する高級スポーツカーです。鳥谷選手は卓越したバッティングセンスと堅実な守備で長きにわたり阪神タイガースを支えた選手です。現在は千葉ロッテマリーンズで活躍しています。鳥谷選手は2021年に史上44人目となる通算1000得点を達成したね。プロ野球選手の愛車ランキング第3位はポルシェ911ターボ PDK で、価格は約3000万円です。ポルシェの911ターボ PDK は伝統の高性能スポーツカーポルシェ911ターボがフルモデルチェンジして誕生した車です。スポーツカーとしては驚くほどの燃費性を誇り、また内装も優雅で乗り手を選ばずに愛されるスポーツカーとして有名です。この車は読売ジャイアンツの沢村博一選手が愛用している人気高級車として知られています。沢村選手は卓越した筋肉を武器に活躍を続ける野球選手です。巨人時代は基本的に先発で活躍していましたが、ロッテに移籍すると一気に能力が開花しました。現在はボストンレッドソックスにて活躍を続けています。沢村選手は筋肉野球選手として有名だね。巨人時代には筋トレをやめるように命令が下ったけれど、隠れて筋トレを行っていたそうだよ。プロ野球選手の愛車ランキング第2位はフェラーリ599で、価格は約3500万円です。イタリアの自動車メーカーであるフェラーリ社が製造したクーペタイプのグランツーリスモモデルのフェラーリで、従来のフェラーリよりも特徴的なフォルムで有名ですよね。動き出しのスムーズな加速は他社では感じることができないほどの能力を持っており、官能的な V12 ユニットを搭載しています。この車は松坂大輔選手が愛用する超高級車でした。松坂選手は先日引退を発表した球界のレジェンドです。松坂選手の投球フォームは独特でかっこよかったね。国際大会でも安定した投球を何度もしていたね。プロ野球選手の愛車ランキング第1位はロールスロイスゴーストで、価格は約5000万円です。ロールスロイス社が製造する高級セダンで、新しいフロントデザインが落ち着きと気迫を感じさせ、フルグレインレザーもしくはナチュラルグレインレザーが選べる豪華なインテリアが特徴的です。その中でも
ラムズール製のフロアマットが車内のゴージャス感をさらに醸し出しています。外車の中でも最高級クラスとされているこの車を愛車としているのは、車好きで有名な平田良介選手です。平田選手は粘り強いバッティングと堅実な守備が魅力の野球選手です。現在は中日ドラゴンズで活躍しています。5000万円の車に乗れるなんてプロ野球選手はすごいね。平田選手は車好きとしても有名だけど、将棋が強いことでも有名だね。いかがでしたでしょうか。今回はプロ野球選手の愛車をランキング形式で紹介しました。プロ野球選手は車好きな選手が多いので、乗っている車も高級車ばかりですね。この動画がいいなと思ったら、チャンネル登録・高評価よろしくお願いします。ではまた次の動画で会いましょう。